はい、どうもラズです。今回ですね、全ルール全ステージローラー解説パート15ということでね、湯の花大渓谷のガチャアサリ解説していきたいと思いますね。アサリ好きなくせに、ガチャアサリの解説が初ということでね、すいませんはい、ということでね、一発目湯の花大渓谷の方解説していきたいと思います。このステージはね、ココとかでも言ったと思うんだけど、抑え切りたい。実際このステージもノックアウトしきってるんだけど、やっぱりね、本当にこのステージ打開が難しい。マジで本当に難しい。ステージ構造的に正直打開が難しすぎるんで、できれば抑え切りたい。はい、でまあね、このステージのアサリ運ぶルートとしては、この真ん中のタワーから出てる網と右からね、普通に攻めていくっていうルートの2つがあるんですけど、基本的にまあローラー網行っても弱いんで、中央のね、中央じゃない、右から行くのがね、まあセオリーかなと思います。はい、でね、右に行って、中央に、やっぱね、中央広場でにね、敵が集まりやすいんで、右からね行って、このタワー裏とかをね、挟んで落としたいって感じかな。やっぱね、右に行くだけでね、敵に一気に圧かかるし、キルも取りやすいかなと思います。特にね、ローラーは潜伏してるんで、絶対にね、有利取れてるんで。でね、この右のこの坂、この坂のね、この微妙な段下、ここね、結構敵、この坂にね、敵引きやすいんで、段下使ってね、有利ポジ作ってね、キル取りましょう。あれマジ強い。でね、ここでね、アサリ入って、ここのね、ウォールの下、ここのバリアめっちゃ強い。こう段下ある上に、段下あるからキルも取りやすいし、味方もね、守れるってことで、はい、本当に強い。はい、で、今防衛ですね。防衛はですね、基本的にローラーはアサリ入れてるやつを狙おうって感じかな。アサリ入れてる時って基本的に敵無防備なんで、そこを狙うのが一番いいかな。まあ、なんでかっていうと、ローラー、正直ね、こっちに攻撃してるやつと対面しても勝てない。やっぱり難しいから、アサリ入れてるやつをね、やってあげれば敵の数は減るんです。それに人数入れたい、作れるんで、アサリ入れてるやつを基本的に狙ってもいいかなと思います。はい、でね、またアサリ入れて、でね、何回も言う通り攻めの継続なんですけど、アサリの攻めはね、アサリ入れる係2人、キル入れる係2人でね、基本的に分けると、非常にいい分け方なんです。で、やっぱりアサリって、カウントをね、攻めの継続しようと思うと、やっぱアサリを入れないといけない。だから、やっぱアサリをね、誰も集めてなかったら攻めの継続にならないわけですよ。たとえその閉じた後にすぐデカアサリ作っても、クールタイムがあるんで、入れられないんですよね。なんで、アサリ入れる係とキルする係、ここは分けましょう。正直ノラは、ノラ X マッチだとなかなか合わせるのむずいんですけど、味方がね、キル入れてくれてるなと思ったら、もう自分はね、アサリ拾いに来てもいいと思います。うん、マジでそれぐらい、やっぱアサリの感想はね、1でも進むだけでかいんで、特にね、カウンターアサリもあってリードもされやすいんで、1つでもね、多くね、感想を進ませていきましょう。でね、もう一個気をつけたいところがね、このステージ網があるので、網からのね、裏取り気をつけましょう。裏取りじゃない、抜け。パブロとかスライド系の武器はね、あっこから結構抜けたりするので、めちゃくちゃ注意しましょう。あっこね、抜けられてね、カウンターあたりとか飛ばれると本当に取り返しつかないので、そこはね、本当に注意深く見ていきましょう。はい、ということでね、湯の花大渓谷のガチャアサリのポイントはこちらです。ね、これらのポイントを押さえてね、ぜひ湯の花アサリの、勝率上げていってください。ちょっとね、アサリね、言いたいことが多すぎる。うん、ちょっとまとまってないかもしれんけど、
ぜひね、参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画または配信でお会いしましょう。またね、バイバイ。